ていうような感じですか。ここに違う山があってもその延長線上に実際にこうありますよっていう感じです。で次に、自分の現在地がわからない、ここがハテナ、現在地どこかなっていうことがあれば、まず地図を合わせて、そうするとですね、この遠くにある山とか何か目標物が分かれば、この地図上でここですっていう、あれはここですっていうのが分かれば、それが2点、例えば常念岳と、これは長ヶ岳という、長ヶ岳分かるという、まあ、つば九郎岳というか、つば九郎岳と常念岳が分かると、この遠く景色見てね、あれが常念岳で、あれがつば九郎岳ですよっていうのが分かれば、そこにですね、このまずつば九郎岳にこの照準を合わせて、つば九郎岳の上に、置くと、そうするとこのライン、このライン上にいると自分がね、っていうのが分かる、それだけでもかなりどこにいるか特定はできるんですけど、つば九郎、あれがつば九郎岳ですよっていうのが分かれば、そこにこう照準を合わせて北に、地図を北に合わせれば、これでつば九郎岳の上に置くと、これが頂上ですよ。まあ、こうやって見てもいいんですけど、これどこ？つば九郎岳だったらここですね、頂上。それはこれ、これ？うん、ここ左辺で見るの、ね、この、まあどこでもいいですよ、この真ん中でこう合わせ、あ、でも真ん中で合わせる角度が分かりにくいけど、ここの、ここを使ってこう角度合わせた方が分かりやすいので、そうすると、ここに例えば線を引くでしょ、で、なんか他のものがあれば、この延長線上にこう置くとする、このラインにいますよと。であとはここから地図のこの自分がいるつば九郎岳に向かうっていうのを何かの目標物、例えばこの道があるとか隣のこの山があるとかっていうのが分かれば、あれが有明山だなっていうのが分かりますよね、これね、この時点でこのどっかにいる、でも隣に見える山でつば九郎岳よりも、近くに見える山で一番大きいのは有明山なので、次に有明山が分かると、まあ、隣なんですとか、そう、他の山でもいいんですけど、他の山が分かれば、その他の山からも同じようにこうやって照準を合わせて有明山の欠点から線を引くと、となるとこれでもう自分の行き場所が分かりますよ、この2つのこの線が交わるここにいますよ、自分は今ここに、ここにいるんだよ、この周辺にいるんだよ、まあ、これ目見当なんであまり正確じゃないから、まあこの 1512m のこの富士山の隣の尾根にいますよ、隣のピーク、っていう感じ で、あとはもうこのまた周りの地形とか見て、こういう尾根が下に見えるとか、そういうのを見れば大体この正確に自分の位置が分かります。でこの場合は、遠くに見える山の形っていうか、で一つでもいいから特定できれば、あれが槍ヶ岳というとか、でも槍ヶ岳分かりやすいよね、槍は分かりますけどね、北アルプスから見るとかなり槍ヶ岳っていうのが見える、ちょうど真ん中あたりにあるので結構見えるので、まあ分かりやすい常念岳とか、分かりやすい山をある程度こう覚えていれば、自分の居場所がどっか里山、この北アルプスじゃない山で少しちょっとどうかわからないなというときに確認するときに、2つ山が分かればその進んだ直線上に、まあ1つ分かれてもその直線上にいて、そので情報自体もここのどっかにいるってことになればかなり分かるんですけど、